ハッピーワールド、ドラム担当松原かのん役の豊田萌です。日本放送がお届けするバンドリープレゼンツドリーマーズチューン、皆さんにバンドリの魅力をたっぷりお届けするプログラムです。そして今回は相葉愛菜がスタジオにいません。あいあい、元気にしてるといいな。一人でアイアイの声、一人でこんな声だったっけ。そうちょっとね、あの収録の時点でコロナウイルスに感染、今ね休んでいるということで、今回はアイアイがお休みなんですが、なんとここでピンチヒッターが来てくれました。ご挨拶お願いします。ラジオを聞いてるあなたたち、バンドリに全てをかける覚悟ある？ある。どんどん、ロゼリアのドラム担当宇田川桜川めぐです。めぐちゃん、ありがとう、来てくれて、みんなガルパってる、ガルパってる、すごい、ありがとう、ついにやってきましたよ。めぐちゃんもうすごい、もう本当にハッピーになるから私も嬉しい。いやだから私そんなわけでハロハピね、ずっと入りたいと思ってたんよ。なんかめぐちゃんね、どっちかってハロハピ属性だもんね。属性、そう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 。そうなの、絶対上手にできるんだよきっと。演奏とかハロハピのさ、うん、CD が目の前にあるからちょっと開けてみていい？レッツゴー。何それ。はちょっとね、めぐちが来てくれてちょっとね、うん、こうゲストトークみたいなのしたいんだけど、ちょっとまず最初にこの開封式やってもいいですか？持ってるの、もしかしてそのアルバム、もしや。こちらあの新規書き下ろし楽曲5スマイルオールインを収録した、スマイルオンパレード、アルバムですね。オーマイガー、ハロハッピーのアルバムよ。はい、こちら発売になりました。ちょっと開封、セカンドアルバムです。からもうセカンドか。あ、嘘、かわいい。もう開けた瞬間もう何も言わないで開けないんですよ。すごいノーモーションで開けたからね今。開けます。ドキドキみたいなやつやんなかったよ。すごい、最初からもうサーカス風、サーカス風の版になってて、うん、このね、あ、なんかついてるじゃん、なんかシー、これスタッカー、そうだ、ジャケットのシールついてる、ジャケットサイズのまんまのシールがついて、あ、そうなんです。ハローハッピーワールド単独イベントが、今年の9月9日に、KTZEP 横浜で行われます。それの申し込み券がねついてますよ。そのシリアル私もらってっていいですか？あ、これじゃあめぐちにある。ありがとうございます。親が行きます。絶対に関係者で入れるんよ。あの当てますんで大丈夫です。本当に自力で来る。そうだよ、ハローハッピーのイベントだもん、当たり前じゃん。関係者とかじゃないって。じゃないじゃないじゃない。嬉しい。でもめぐちママもハローハッピー好きなんだ。そうそうそう、発行しよバンドリー。でもすごいね、桜川家はみんなハッピーなんだね。ハッピーハッピー、もうスマイルハッピー、アッキースマイルイエイ。え、ほんとにハッピーが多かったな。なんかもさ、超ハロハピカラーじゃん、うん、ねえ、なんかパレードって感じで。そうだね。なんかさ、こういう美味しいさ、メープル屋さんのさ、うわー、知ってる、お土産、お土産あるよ、ワッフル、ワッフルあるよね。このさ、こういう柄のさ、フィナンシェみたいな。フィナンシェ、私これめっちゃ好きなんだよね。これあの分かる人にしか伝わらんから。東京ね。そう、東京にあるよねこれ。たまにさ差し入れでもらえるとめちゃめちゃ嬉しい。嬉しい。やつ。メープルの。そう。なんかあの、ちっちゃい男の子が書いてある柄のやつ。名前が全然わかんないけど。それっぽいジャケットです。そうです。え、2枚組？はい、2枚組でオリジナル曲と、うん、あのカバー曲がね入って全含めて23曲かな。嘘、すごい。はい。23曲入りでございますので、皆さんもぜひよろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日はめぐちとね一緒にいろいろお話ししていけたらなと思っていますので、最後までよろしくお願いします。はい、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしていますよ。宛先はメールアドレス bdp@1242.com bdp@1242.com、 また番組公式ツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどし投稿ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。ではあの発売中のアルバムスマイルオンパレードから1曲、5スマイルオールイン。はーい、みんなハローハッピーワールドよ、世界を笑顔に、さあ行くわよ。ハッピーラッキースマイルイエーイ。
バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りします。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、豊田萌と桜川メグがお送りしているドリーマーズチューン、前半はせっかく飲んでメグチと一緒におしゃべりしていきましょう。はい、土産話いっぱいあるよ。楽しみ。まあ、そもそもね、私たち茨城県仲間で、そうです、そもそも交流があるから、そうです、ハッピーだね今日はね。ラッキースマイルやいということで、はい、とはいえね、いつもあいあいと一緒にやられている番組ということで、はい、まあ、あいあいエピソードも交えつつっていうことなんだけど、あら、ありがとう。まあ我々ロゼリア、はい、まあ、いろんなライブにもね、この夏、そうね、5月とかもね、そう、出演させていただいてまして、うん、まあ、レイザースイレンさんのライブの、うん、まあ、ゲストアクトとして、ね、富士急ハイランド5年目行ってまいりましたよ。5年目か。そうなの、びっくり。そんなやってんの。いや、びっくり。連続？そう。あ、そりゃすごい。びっくりだった。コロナ禍挟んでもってことだもんね。ありがたい話だわ。素晴らしい。そう。で、今回はまあ、うん、ゲストアクトっていうことで、うん、当日入り、当日本番、当日帰りみたいな。そうか、今までは前乗りやって、そう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 、うんうんうん、っていうことがあって、うん、なんかみんな一日中テンション高かったんです。体力あるから体力ありあまっちゃってるから。でやっぱ、うん、楽屋第一のピーク迎えるじゃん。楽屋でもう第一ピークあったら早くない？だいたいライブで第一ピークじゃない？うるさいから先のさ。みんながね。でね、うん、まあ衣装とかも全部ヘアメイクとかも用意し終わって、まあ、写真タイムっつうのになるじゃん、うんうん、はいはい、ね、あの汗かく前に、本番で汗かいた後に撮る前に、まあ綺麗な状態で写真撮っとこうなんて、ね、うん、でみんなめいめいにね、なんか写真撮る場所見つけて撮ってた。めぐちーって、おロゼリアの楽屋からみんな私のこと呼ぶわけ、うん、なんだろうと思って、うんうん、したらなんかみんなが目そらしてて、でアイアイがニヤニヤして近づいてきてさ、なになにアイアイ、ねえねえ、めぐちめぐち、ありがとうオリゴ糖、ありがとうオリゴ糖っていきなりね、ギャグを始めたの。ちょっと今ラジオ電波通して相葉さん滑ってるけど大丈夫？本人いなくてすっごいフォローもできなくてかわいそうだけど、電波通してこれ怖いじゃないですか。今第二被害だよ、めぐちからの。でもね、でも一切これ私もみんなもわけわかってないじゃん。急だ、急に始める。そしたら、うん、他の3人がアイアンにブチ切れ始めたの。なんで何やってんのみたいな。なんでブチ切れたの。ちょっとやり直しやり直しとかっつって、うん、めぐちもう一回戻って入ってくるとかやれって全員に言われたの。え、私も、え、何、理解はできないよね。そう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 、うん、でも分かったよとかって怖いじゃん、しぶしぶ、うん、じゃあもう一回行くから呼んで、でみんなでまた目口って、何何何って、てて、ねえねえ目口目口、ありがとうかりんとう、ありがとうかりんとう、やり直した意味あった。やり直した意味あった。だからなんか何、つくばの名産でさ、つくばさんのふもとにさ、うんうんうん、かりんとうまんじゅうってあるじゃん。あるある、大好き。あれをうちの親がね、いつも差し入れに持ってきてくれんのよ、うんうんうん、でロゼリアのみんなもあれ大好きでさ、うん、で今回も親がついて、まあ、届いたと、かりんとうまんじゅうが、うんうん、で私がみんなの机のとこにこう置いといたのよ、うん、みんなありがとうなんつって、あいあいその時いなくてさ、で後から見てすごく嬉しかったらしいの、うんうん、したら私がいない間にそれを踊り始めたと。で目口にも見せるから呼んだら、まさかのかりんとうって言えなくて、オリゴ糖って言っちゃった。一回目で言っちゃったもんだから、アホすぎる。それでみんなブチ切れてた。みんなブチ切れて、バカ野郎。そう、で私も超怖くなって、一番大失敗だとしたら1回目の大失敗やばすぎるだろ。怖ーって、怖いわ、本怖だった。ゾゾ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 っとした。そう、あとこのフェスの時かな、うん、はなんかその公開リハみたいなのもあって、はいはいはい、うん、違う曲やったっていうのも言ってた。そう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 、なんかライブ本編とは別の曲で音チェックというか、うん、その耳の中ね、流れてる音のバランスとか、うん、で外の、え、うん、ドラムさ、どういうのが返ってきてんの耳中。うわ、初めて聞かれた。そう、
そうイヤモニって言ってさ、みんな映像とかよく見てもさ、うん、耳にフィットするイヤホンみたいなのをしてるじゃない。してるしてる。あれをイヤモニって言うんだけど、そうで私はさ、その歌う方、うん、ボーカル、うんうん、ライブとかさやらせてもらう時にさ、うん、つけてることあるからさ、その時はさ普通にそのまあオケと、うん、まあ入りにくい曲だったらクリックっていう、カッコここ1、2、3、4、1、2、3、4、ね、あそうそうそうみたいなのとか、うんうん、で自分の声が返ってきて、うん、でそれを調整してもらうのよ。自分の声だけもうちょっと上げてくださいとか、うんうんうん、周りの人の声上げてくださいとかいうのが返ってきてるんだけど、ドラムってどうなるのって思って、うん、なるへそ。そうこれはね、うん、あのドラムに限らず楽器演奏のみんなもそうなんだけど、うん、あの楽器単位で全部の音のバランスを整える、そうなの。そうで目口のドラムの場合なんだけど、うん、まあ全部をじゃあ10として、うん、クリックのカッコココカッコココっていうのが繋がれてるのを、うんうん、まず4ほうほう4、うん、で自分のドラムの音を3、あだから一番カッコココが聞こえるようにまず大きくしといて、そうなんだ。それ小さいので自分のドラムのバランス、うんうん、でこれも全体同じ音量じゃなくて、あのスネアドラムっていう小太鼓の音を上げてくださいとか、バストラム大太鼓の音上げてくださいとかも、そんな細かくできんだ。細かくやってくださってて、もうすごい。バンドリさんが本当にすごくって、全部の太鼓とシンバルにマイクついてんのよ。そう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 。すごい。そうだから、うん、結構あのバスドラムと小太鼓スネアドラムの音を聞くしてくださいっていうのをまずその3の中で調整して、うんうん、あと2を、うん、ベースユッキーの音を。やっぱリズム帯みたいなこと。そう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 。これは面白いのがさ、うん、あのユッキーのテンションが上がると、うん、弾く音も大きくなるから2にしといても、それがいつもベン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 がテンション上がるとベン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 ってなって、だから2にしとくのよ。なるほどね。本番大きく聞こえるから。本番大きくなるから。そうそうそう。でいいんだ。そう。で残りの1で他の楽器アイアイ、うんうん、ギターキーボードの音を入れてて、でもだからって言って超小さいわけじゃなくて、うんうん、ちゃんとしっかり聞こえてる位置であるんだけど、うんうん、そうリズムを司るっていうことでクリックカッコココは4も、なんかさレコーディングの時とかにさ、そのボーカルのね、うんうん、その自分の声とかさオケとかさクリックとかさ変えるよね同じように、うん、あれ未だにどのバランスが一番自分にベストかわからない。あでも楽曲によるんじゃない、バラード歌う時もあれば元気な曲とか。そのね使い分けもまだわからない。マジで自分の音さえ聞けば大丈夫だよ。声さえ聞けばそうだ、それすらも私自分のベストがまだ分かりきってないのに、そうドラムやりながらさそれ聞き分けてんのすごすぎるって。そんなことになんかちょっとやってるからこそなんかすごい感動してる私は。分かんないなりに上手にやってきたよあんたも。すごすぎるわ。確かに分かんないなりだったらやってきた方だわ。ちゃんとやってきた方はい、結局褒め合ううちら女子可愛いっていうところで落ち着きました。ありがとうございます。あ、まあ、ロゼリアはね8月にアニサも、そしてね9月には単独ライブがありますので頑張ってください、はい、お願いします。はい、というわけで最近のめぐち的バンドリの活動を聞いてみました。バンドリ、すべてをかける覚悟はあるのは。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、続いてはこちらのコーナー、ドリーマーズ小柳。バンドリにまつわる1個を五七五のリズムに乗せてご紹介します。本当は川柳ですが、私がってなって、本当は川柳ですがアイアイが川柳を呼んでしまったことで、ドリーマーズ川柳というコーナータイトルになってます。最高かよ。ちょっと一瞬ミスリードがあって止まってしまった。なすりつけられてる。なすりつけられた。相場のミス。はい、というわけでやっていきましょう。楽しそう。まずはラジオネームゆきちさんからです。おライブ後のオタクが語らう露天風呂。何？こんばんどりです。こんばんどり。エクスクラメーションハイランドを終え藤山温泉に入ってると、同じくライブ終わりのバンドリーマーさんが入ってきて、うん、その方とライブの感想を語り合いました。素敵。次いつ会えるかわからないそのバンドリーマーさんと感想を語り合う時間はとても大切に感じました。
ライブの感想を語っている間は藤の湯と、思い出が疲労感と、余韻に包まれた体と心に染み渡りましたという川柳でございます。今せっかくラジオなんでちょっと暴露していいですか。あれ何ですか。これを聞いて思い出したことがあるんですけど、うん、うちの親、うん、まあ、ロゼリアもバンドリも大好きでね、うん、フェスに自力でチケット当てて、あ、行ったんすわ、うん、でバンドリーマーの方としっかり交流して帰ってきたんですよ。そう、それは桜川めぐの母ですとして言ったもん。もう絶対言わないでって言ってあるから、うん、ただのバンドリーマーおばさんとしてただのね言ったのよ、うんうんうん、でもうね、その時の人がこれ聞いてるか分かんないんだけど、うん、まあ、番号でね、抽選に通った方は、うん、その立つ場所見られる場所っていうのは区切られてるから、うんうん、でバンドリーマーの皆さんの中でこう混じって、うん、で隣のカップルだったんだって。おで8匹来て、来てて、うんうん、で母ちゃんは8匹とか、まあ、フェスとか分からなかったからまだ着てきていいものなのかと思って置いてきたんだって、うん、あ、なるほどね。でもなんか8匹来てたから、うん、あ、ずっとあ、ハッピーいいんだと思って見てたら話しかけてもらえたんだって。おお、すっごい見てたんだろうね。そうそうあると思います。あると思います。でしたら、あ、そのハッピーっていついつのですよねみたいなこと言ったら、うん、いや、そうなんですみたいな、実は僕子さんでこんな前から来てたんですっていうのが、なんか、いや、自分は初期から来てるっていうか、ポピッパさんのライブに出させてもらった時から来てるしみたいな、母ちゃんもカチンと来たんだって。なんで？したらなんかどっちもなんかニコニコしてるけどマウントの取り合いみたいになって、母ちゃんなんで？いや、自分はいつからみたいな、うん、いや、こっちこそハッピーこれ持ってるしみたいな話にだんだんなってきて、おやおや、それ大丈夫だったのみたいな、私もちょっと心配になるな。最終的な着地地点で、うん、そのカップルと母ちゃんサイドと仲良くなって、母ちゃんもおばさんと言ってたんだけど、22で仲良くなって瀬取りを予想し始めて全部当てて仲良くなって帰ってきたんだって。最高最高、最終的に仲良くなって帰ってきたんだ。そうなの。しかも瀬取り当たったんだ。当てて、なんかあれよあれよ、なんかイントロ流れる時点で、あれ、さっきこのカップルのお兄ちゃんたちと話してたやつがどんどん流れてるって向こうも思ってたみたいで、もう終わった頃には当てましたねニコニコで解散したんだって。めちゃめちゃおもろいじゃん。めぐちママ最高におもろいじゃん。どうなってんの。馴染み方半端ないじゃん。もうドキドキだよ、聞いててこっちは。カップルはあの時話した人がめぐちのお母さんだと思いもしてないだろうね、うん、どうでしょうか。聞いてたら、こちらドリーマーズ中にメールください。お便り送ってください。お待ちしてます。ごめんなさい、話しすぎちゃうわ。いや、素晴らしいお話たくさんありがとうございます。すいません、ありがとうございます。さすがでございました。はい、はい、キャラにまつわることバンドリーガルパの個人的エピソードなど、あなたのバンドリーへの愛、思い、感想をしたためて送ってきてください。以上、ドリーマーズ川柳でした。ではここで一曲、みぐち曲紹介お願いします。はい、ロゼリアでナイトソング。状態にお前と勘違いしたくなる心模様、いつだってただからマルヘイで伝ってなんて交わせばめで、大人になったって今みたいな頭でラッタッタッタ、ただ君のナンサンサン、嘘みたいな視界を奪う言葉なら、復讐の正体が針の鳴り
バンドリプレゼンツ、バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン。ここでお知らせです。レイザースイレンイレブンスシングルネメシスが好評発売中です。ブルーレイ付き生産限定版には昨年9月に開催されたバンドリテンスライブデイ4の模様が収録されています。さらに11月5日開催バンドリトゥエルフスライブデイ3レイザースイレンリビールの最速先行抽選申し込み券が封入。チケットの申し込みも受付中ですのでぜひ手に入れてくださいね。ハローハッピーワールドセカンドアルバムスマイルオンパレードが好評発売中。新規楽曲5スマイルオールインに加え本作で初収録となる楽曲など全23曲を収録。ハローハピの楽曲ぜひお聴きください。8月11日にポッピンパーティー単独イベントポピバンのお出かけ in サマー、11月3日にバンドリートゥエルフスライブデイワンポッピンパーティーウェルカムトゥポッピンランドを開催。現在最速先行抽選受付中です。申し込み券は好評発売中のポッピンパーティーミニアルバム青春 to be continued に封入されています。ぜひ遊びに来てください。現在ガルパではバンドリーガールズバンドパーティー×テレビアニメチェーンソーマンコラボが開催中です。コラボイベントとしてミッションライブイベントチェーンソーアンプリファイヤーが開催中です。イベントと同時にアフターグローのカバー曲チェーンソーブラッドとロゼリアのカバー楽曲ファイトソングが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。またコラボを記念した様々なキャンペーンも開催中です。皆様ぜひログインをお忘れなく。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。以上番組からのお知らせでした。ぽよともえと桜川めぐがお送りしてきたドリーマーズチューンエンディングのお時間です。はい、というわけでめぐちゃんありがとう。ごめんマジで喋りすぎたよ。最高でした。おーいがー聞きたいこといっぱい聞けた。いやラジオの醍醐味よね。すごいこぼれ話たくさんさあもう喋りすぎちゃうよ。どうするこの後ちょっとお茶しに行かない？いいね。ちょっとこの後久々にレストランとか行きたいな。いいよねちょっと、ね、いいちょっと収録後にじゃあぜひぜひ喋り足んない分萌え氏に聞いてもらいます。ちょっと一緒に行きたいと来週もあとピンチヒッターね、もう1週分よろしくお願いします。お願いします。ということで番組ではメッセージお待ちしてます。宛先はメールアドレス bdp@1242.com。 普通音はもちろん、アイアイと萌石2人へのおすすめ、曲のリクエスト、悩み相談、ドリーマーズ川柳、マニアッククイズなど募集してます。また番組公式ツイッターアカウントをフォローを、ファッションタグドリーマーズチューンをつけてどしどしこう投稿してください。ファッションタグドリーマーズチューンをつけてどしどし投稿してください。ファッションタグって何ごめん突っ込まざるを得なかった。ハッシュタグね。そういうことハッシュタグだね。はい、今回の番組の模様は響きラジオステーションにて明日、7月4日火曜日17時から配信。公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけます。響きラジオステーションで無料の会員登録をすればおまけコーナーもあります。楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手は豊田萌と桜川めぐでした。それではバイチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン。この時間はブシロードがお送りしました。